こんにちは。こんにちは。ドラマ CD デュエル、西田かな役のヤミンです。南香織役の西川つむぎです。はい、あの原作を読んでみて、つむぎさんどうでしたか？はい、私フェンシングってあまり知らなかったんですけど、はい、で原作読んでみてすごい迫力があって、とてもかっこいいなと思いました。いや、かっこいいですよ ね、 いいすよね。実際試合をすごい見てみたいなって、はい、めちゃくちゃ思いました。私も思いました興味がね。あとは衣装がすごいピッチリしててすごくセクシーだなって思って。私は着れないですね。着れる着れる、可愛いから大丈夫。本当ですか？ありがとうございます。ちなみにつむぎさんが演じる香織さんはどんな人なんですか？はい、香織はですね、なんと主人公みのりをいじめちゃうっていう役なんですけど、はいはい、そうですね、普段あまり人をいじめないので私もそうなんですよ。です私も今回いじめっ子役で2人でいじめるんですよね、はい、そうですねでも私も普段はいじめないから、そうですよね、どういじめようってずっと思ってた。はい、そう、心の中にある悪をなんとか出しました、うん、全然悪そうじゃないからね実はちょっとね、あ、実はそうだったのか、はい、うん、そうなんです。実は演じてみていかがだったんでしょうか？演じてみて、実は私、うん、初めての声優だったんですけれども、うんうん、とても緊張したんですが、うんうんうん、そうですね、とても緊張したんですがなんとか悪い悪を演じられたんじゃないかなと思います、うん、おー、はい、じゃあそんなね悪い2人を、はい、いや結構悪だったよね。結構悪です、うん、でも私はあの、うんうん、ヤミさんよりは悪じゃなかったなと思って私の方が悪いタイプ、一番の悪ですけど、途中からね、もしかしたらどうなるのか、ちょっと中身をお楽しみにしておいてください。そういうところがちょっと見どころですかね。はい、こちらは2017年の10月28日土曜日に発売でございます。ゲーマーズの全店で発売されます。はい、そして詳しい情報はデュエルアンダーバー CD の公式ツイッターの方に載っていますので、ぜひチェックしてください。それではドラマ CD デュエルお楽しみに。バイバイ。